熊谷市はデジタル技術を活用した暑さに負けない快適な街、スマートシティの取り組みについて理解を広めたいとシンポジウムを開きました今日のシンポジウムで小林哲也市長は市が目指すのはデジタル技術を活用し誰もが自律的に幸せを追い求めることができる未来だとした上でデジタルと人の力で社会を前に進めていく スマートシティの実現に向け宣言しましたそして地域のお得なクーポンの配信など去年から本格的にスタートした街歩きに役立つアプリくまぶに地域の加盟店で使える電子マネーの機能が今年11月から加わることが新しいロゴとともに発表されましたこの後国土交通省都市局の佐賀口正樹専門調査官が デーータ活用にによるまづくりをテーマに講演しました。坂口さんはスマートシティのコンセプトは市民が中心であることや最新技術が先行することではなく課題の解決やビジョンを実現させることが重要だと説明しました。